原則は素が多いこのルートがこの中段のこのルート、緑のこのルートから、もうこれは足下、膝から下はもう横に上げる、こうじゃない。そうですね。で、そうするとこのルートでこう通ってきて、素が多い膝が真ん中辺まで入ったときに、素がこう上がる、はい。そうすると綺麗に横から回ってくる。なるほど。回してくる。そうです。その方が。ですから素直にこのルートを通っていくのに一過性の力を抜いて一過性のものがそのこの形のまま進むけど、でも年齢がある程度こういった時に、はい、その人の深みとかがあるとしたら、うん、深みとかっていうのが何かっていう定義もまたあれですけど、こういう思想性とか哲学性というのはやっぱりこう生き物として死んでいく方に向かうと、うん、生きてるって何だろうとか、生きてるうちに何をどうすればいいんだろうっていうことはどっかでいつもこうベーシックに育っていかなきゃいけないんだと思うんですよね、はいはい、我々だってアクションとか武道とかそういうことを選んで、うん、そのでも人じゃないですかやっぱり、うん、同じアクションマンでも全然人柄が違えば、うん、全然なんか得られるものも違うでしょうし、はい、でもなんかそこにこう思想や哲学性を見出せれば、はい、なんですかね、それを道にできるっていうか、うんうん、アクションだってアクションどうとかわざわざ名乗らなくても、うん、なんかこじつけじゃなくそういうことを掘り下げていって、うんうん、これが俺の道なんだって言えるところまで持っていくことは、うん、そのジャンル自体を高めることになると思うんですね、うん、やっぱりそのジャンルを高めるのは受け継いでる人たちだと思うんですよ、うん、どういう人たちがそれをどういうふうに取り組んでいくかっていう、はい、だから空手でも落とすも、うん、上げるもやっぱり引き継いだ人たちが、うん、そのどういう思いで進化させるかっていうことだと思うんで、うん、まあ、アクションなんかでもアクゼンさんの人柄もそうですけど、アクゼンさんが今回ドラマっていうのとお芝居なんだとよく言われたじゃないですか、アクションって結局お芝居の中の一環ですからねっていうの前もなんかどっかでお聞きしたんですけど、もっと言えば逆にそのアクションというものの存在意義っていうのは、アクションというのは映画とかっていう中の一部になることも多いし、そうするとその映画という芸術っていうのは一つ人生、人の人生を変えるぐらいなこうストーリーがあって、だからそういう中にこう格闘というものが必要な場合ってあると思うんですよ、格闘っていうもの自体が。だからなんかそういう可能性っていうのはこうトラバースも含めてそういうことも感じてもらえるようなこう方向性ではあったらいいなっていうふうには思うんですね。なんか難しいテーマまでだと思うんですよね、話は。純粋に主役の人かっこいいのだけでもいいと思うんですよね。はいはいはい、そうですね、うん、まあそれこそ空手バカ時代じゃないですけど、うん、それ読んで空手の生徒を増やそう、それでもいいと思うんですよね。はい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 、うん、そうですね。だからでもトラバースに関して言うと空手だけがテーマでもないし、そうですね、もっと普遍的なその親子の愛情であったりとか、うん、戦いの虚しさであったり、うん、いろんなテーマがありますし、うん、今回はそれを混沌の中で、うんうん、我々がアクションに惹かれているというか、まあ、共通項はアクションじゃないですか、うん、はい、で自分もアクションっていう白善さんに自分がそのあれっていうのは失礼なぐらい拙いんですけど、うん、まあまあ、ただそのこういうチャンスをいただいたために昔やってたことがこう生きてくることでまた改めてここでも夢を持たせてもらえるという人間関係でこう入れていただいて、どうしてアクション好きなのかなっていうのも、空手好きなのかなっていうのも、なんかね、あの別にそんなの好きな好きでいいじゃないかっていうふうに思うのもあれなんですけど、やっぱりこれ年齢が来たからなのかもしれませんけど、これかけてるわけじゃないですか。そうするとやっぱりちょっとね、答えをね、こう確固たる答えをね、こう探し始めたりするんですよ、自然に。なんか曖昧ではなくて確固たる答え、だからいつか死ぬわけじゃないですか。で10代20代の頃は先しかないので、うん、だからまあゆくゆくね、ゆくゆくね、ゆくゆくね、でもゆくゆくがだんだん減ってくるわけですよね。確かに。ゆくゆくがだんだん減ってくると
なんかこう何を求めてたのかなとか、自分の満足する到達点っていうのはいけるかどうか分かんないけど、どこに行きたくて俺生きてるのかなっていうのの方法論としてのアクションや空手のような気がするんです。自分が自分に納得するために。だから川口さんも辞められないんだと思うし、もちろんです。何でもいいなら、まあそろそろ金にもなんないしアクション辞めようかなとか、空手師範死んでるからもう辞めようかなって、辞められるはずなのに、やっぱこれ俺はこれでいくんだっていうのには、そこにやっぱりそれをやり続けていく先に自分の答えというか自分の到達したい終着点が待ってる気がするんだと思うんですよね。それが何かなっていうことが揺らぎ分からなかったりすると、へこんだりした時に弱くなるじゃないですか。なんか俺何やってんだろうっていう、例えば自分なんか思想師範やってて、本当思想師範なんてクソ師範だよって、嫌な目ばっかってるよとか、なんで俺ここに空手家はまたやってもいいけど航空会はやめちゃえばいいじゃんって思った時も何回もあるんですけど、なんか考えるとやめちゃいけないっていう呼んでるものがあるんですよね。やっぱりそこはさっき申し上げた、やっぱ空手をつい受け継いだものとして投げ出すわけにはいかないんだと。やっぱり帯も出して、伝統文化のいわゆる引き継いでる、だからもう疲れたからとかもうボロボロだからとかっていうことで逃げてはいけないんだと。だからやっぱり最後まで潔く伝えたものを責任を持って伝え切るっていうことで、きっとその先に自分のこの生をもらったというか、空手にも出会わせてもらって、空手があったからジャパンアクションクラブにも縁ができて、で空手映画だって言ったけどアクションにも縁ができて、今自分の個人としてはこういう仲間とか皆さんともお会いできて、でああもう一個の表現っていうか、まあ、空手を中心に起きたことだけども、自分はまあ俳優としてもなんか表現する中にいた時、こんなに命が燃えるんだとか、なぜだろうって言った時、こんなに命が燃えるんだとか、なぜだろうって言った時、最高です。はい、ありがとうございます。